毎度こちらです。ニコン S 型ですね。611万台の S50 の F2 付きのオーバーホールが修理完成してました。膜まで変えてあります。シャッター膜交換までなりましたね。レンズに少々傷がありますということです。フードは社外品ですね。 S 型金属製フィルターもついてます。キャップとかはついていないです。まあ、このままお付けします。レンズが5センチ F2 のニッコール。まあ、これ整備してない S 型はまあ大体こうやって回すともうほとんどキュー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 言います。これちゃんとねしてますね。ニコン S、まあ、ニコン1型と基本同じです。まあフラッシュシンクロとか画面のサイズとか多少違いますけどね、基本はニコン最初のニコンと同じと言ってもいいと思います。綺麗ですが、底が下ですね。ここはちょっと押されてる感じはありますが、基本的にはここですね。三脚をね思いっきり締めるとどうしてもこうなっちゃいますね。基本的には綺麗です。まあ、一番目立つのはこのヘリコイド回すとここどうしてもベコベコするんですが、これはまあ気持ち押されてるかなぐらいで綺麗な状態ですね。トップ部も悪くないと思います。ちょっと擦れてます。あとどうしてもこの皮緑青が出てます。多少出てますが、まあ悪くないと思いますね。いいです。1秒。ライカとかですとこの低速がこの辺についてますが、これはまあ同軸で2つシャッターに行けると。まあちゃんと動いてます。もちろんねオーバーホールしたので約半年まだ保証が残ってます。見えますね。なんか軽やかに動いてますね。あ、綺麗ですね。いいと思います。綺麗。まあ、膜はね変えてありますのでよくすすけてるっていうか、もうすけてるようなのが多いんですが、これは当然大丈夫です。綺麗ですね。でこちら外すと上が有線、今 B バルブですね。まあ、これシャッター手で縫うのでどうしても純正とは違った仕上がりになってしまいますが、なんかこのカメラ個体は軽やかですね。今高速になってきました。100、これ動画はどうしても筋が見えたり開いてないように見えますが、ちゃんと開いてます。今これ500ですね。開いてますね。大丈夫です。ファインダー前 S 型はその後の S2、SP に比べるとファインダーが小さいんですが、距離計ははっきり見えてますのでね、個人的には S 型のファインダー結構好きです。ただどうしても穴が小さいのでね、小さくは見えます。いいですね。悪くないです。でレンズもまあ普通に使う分にはいいかと思いますが、
多分ペンライトで見ると、まあ、見えますね。スレ、カビ跡ですかね。なんか見えます。あ、そんなに前玉ですね、主にね。あ、ピントは当然コリメーターとかでねチェックしてるのでピントは出てたそうです。大丈夫です。実用には全然いける状態だと思います。シャッター幕まで交換済みのオーバーホール済みのニコン S 型になります。